皆さんこんにちは。今日はですね、とある場所に来ております。僕が、この YouTube をやるにあたってですね、もうとにかく、この方と対談したい、この方といろんな話をしていきたいと思ってですね、ようやくここまで来ましたけども、タイミング見て今じゃないかなというふうに思ってですね、今日は、Zoom ですけどね、対談、していきたいと思いますので、いろんな話、聞いていきたいと思います。この方に来ていただきました、柏木陽介選手です。よろしくお願いします。お願いします。元気いや元気よ、まあでも言うて連絡取ってるしね。そうそうそう、たまにね Zoom でねやったりもしてるし、なんかこうやって、まあ YouTube だけどこうやって対談するのもまあ初めてだもんね。そうね、ちゃんとした対談はないか。広島の時にサッカー愛とかで対談したぐらいじゃないの。サッカー愛とは何年前だよ。まあ、ということで、こう YouTube を2月から始めまして、はいはい、まあ、あんまりこう対談っていう中身のコンテンツはないんだけど、うん、まあ、陽介含めていろいろこう親交がある関係値が高い人たちと、まあ、サッカーの話はもちろんだけども、こうプライベートの話とかもいろいろこう根掘り葉掘り聞いて、なんかこう今後に生かしていければいいかなと思って、今日は呼ばせていただきました。ありがとうございます。お願いします。まあ15からね、付き合いがあるっていうことなので、まあもうサッカーファンだったりいろんなファンサポーターの方は知ってると思うんだけども、陽介の現状についてちょっといろいろ聞いてみたいなと思うんですけども、うん、どうよ岐阜に移籍して実際。そうね、まずは岐阜っていう土地がすごくいい場所っていうのをすごく感じてて、まあ自然にすごく触れられる環境であるし、なんかこういうとこで子育てとかできたらいいんやろなみたいなものがすごくあったから、まあ、それに関してはすごくポジティブなことは多いかなっていう。おお、やっぱり東京の岐阜じゃ環境面は全然違うの。もうね180度違うね。まあ人口含めて。まあそうね、もうやっぱり東京は東京の良さはあるけど、なんかまあ田舎に住むっていうこともね、もともと田舎出身ってことを考えればなんかすごく、うん、ありがたい環境にいさせてもらえてるなというか。おお、じゃあそこら辺のなんかこう水が合ってる合ってないっていう感じではどっちかっていうと過ごしやすい環境にいるってことね。めちゃくちゃ過ごしやすいね。人もすごくええし、チームメイトを含めてね、チームの関係者もすごくいいから、まあ、そこは楽しくやれてるけど、まあ、ただ一つまあね、こういう、ね、コロナっていう状況もあるから、まあ、いろんなとこには行けてないし。まあそうだよね。あんまりじゃあ岐阜の外のことはまだあんまり知ってない感じだ。そうね、全然お店も行ってないし、まあ、ちょっとドライブでゲロの方まで行ったりもしたけど、まあ、それぐらいね、なんかお店も行ってないし、だから選手たちもご飯も行けないような状況やから。選手とだってね、外で食事するだとか集まって何かするってことも今できないもんね。そうそうそう、だからそれが一番、まあ、寂しいかな。あと東京やったらなんか常にこう友達がいて、ね、チームメイト以外の人の友達も多かったから、まあ、そういうとこで話すことでなんかちょっと自分の中の気分転換みたいなのできてたけど、そう岐阜ではそれができてないっていうのが唯一かな。陽介のね、その良さでもあるからね、いろんなこうサッカー以外の人たちのつながりがあって、まあ、それをピッチに落とし込んでね、自分のコンディション上げていくっていうのもね、陽介の良さでもあるしね、まあ、それが今ちょっと、まあ、コロナだからね、まあ、うん、でもただ家族でいる時間っていうのはめちゃくちゃ増えてるから、あ、まあ、家族でね今そっちにいるってことだけどね、まあ、やっぱ家族の存在は大きい。大きいね、家族おらんかったらこれどうなってるんやろって思うよね。いやほんまこういう状況でもこうやってついてきてくれる家族にね感謝しないといけないなって改めて思うし、うん、まあおらんかったらほんま一人虚しく多分ストレス抱えてたんちゃうかなってめっちゃ思うから。まあそうだよね、だってこう分かんない土地でね、ご飯屋さんも外に食べに行けないっていう状況でね、うん、まあ奥さんがこうやってご飯作ってくれたり、こう子供とね、まあ犬もそうだけど一緒に暮らす環境があるっていうのはいいよね。やっぱりめちゃくちゃほんまありがたいね。だから家のことめっちゃするようになったよ。おお、多分浦和におったら絶対せえへんやろなっていう。してなかったわけじゃないじゃん。まあまあしないわけじゃないけど、いや、そ、子育てに関しては子供と遊ぶとかはめちゃ好きやったしやってたけど、最近洗い物とか洗濯物までできるようになってきてるから。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんかさ、選手によってはさ、現役中はもう子育ては奥さんに任して、うん、ね、自分はもうピッチの上でしっかりやるっていう選手が多いじゃん、なかなか。そうね、それをしっかりじゃあ、家のこともやってんだ今。めちゃくちゃやってるから、
やっぱ 今はなんか自慢できる旦那らしいよ。あ、本当に？前は自慢できなかったらしいんやけど、やっぱり前は自慢できなかったんだ。そう、今は自慢できる旦那になってきたって言って褒められたわ。なるほどね、うん、まあそんな様子かね。もうちょっとプライベートがそうちょっと充実してるっていうのもあるんだけども、じゃあさ、実際にこう、まあ岐阜に移籍してみて、カテゴリーがね、今までずっと J1 でやってきた陽介だけど、このカテゴリー3つを経験してる中で、どうよ、このカテゴリーの違いで感じるとことかさ。そうね、まあでもただ岐阜の選手たちの能力がすごく高いなって正直やってみて思ったから、そこはすごいびっくりしたところ。うん、あ、この中でやってってもそんなに遜色なくできるんちゃうかなって思ったのがまず最初の印象だったかな。あの J3 でもみんなが思ってるほどレベルは低くないと。そうね、やっぱ特に個の能力っていうか、いや技術の部分ってそんなに差はないんやなと思った、そのやってて。ただなんかやっぱ違いを感じるって言ったら、やっぱその一つ一つの集中力やったり、やっぱね、ワンプレーワンプレーで切れる選手が多かったりね。そこら辺はやっぱ J1 とのやっぱ差があるってことね。そう、そういうところなんかなっていうところはするよね。そのやっぱ準備の部分とかでも含めて、まあ、陽介が岐阜に移籍したから、まあ俺も含めて多分いっぱい J3 に関心を持った人っていうのはいっぱいいると思うのね、うん、まあ、それをさ、ハイライトで見るってだけでもすごい関心持ってるだろうし、陽介が出た時間とかを見る選手だって俺の周り結構いるのね。うん、だからそれぐらいやっぱりこう岐阜に対して J3 っていうカテゴリーに対して興味を持ち始めてる人っているんだけども、うん、どうやったらさ、この岐阜だったり J3 に対してみんなが関心を持ったり興味を持つスタジアムに来てもらえるようになると思う？やっぱりこう俺が来てそういう風に少しはなったと思うのね。でもだからそういう選手を増やしていくためにはやっぱもちろん見応えのあるサッカーをしていくべきだとは思うんやけど、まあカテゴリー下がれば下がるほど上に上がることが目標っていうか、 もちろん それは当たり前なんやけど、その中でやっぱ基盤を作ってやっていくというか、なんかそういうことができればなんかよりその見応えもあるし、あのついてくれるファンの数も多くなるのかなっていう気はするかな。なんか有名な選手が来るっていうだけよりも、なんかそうやってチームとしてのカラーとか、うん、でまあこういうチームだっていう一つまず作ってやっていけたらもうちょっといいのかなっていう気がする。なんか明確に岐阜はさ、なんかこう変わりつつあるというか、何年後かのプランっていうのがはっきりとしてるようには俺には見えるんだけど。そうね、本当にここはそう、あの本当県全体でチームを応援してるっていうのもそうやし、うん、まあ選手たちもあのもっと意識低い選手が多いのかなと思ってたんやけど、みんなサッカーに対して真面目やし、めちゃくちゃトレーニングもし、あのトレーニング後に自分でトレーニングしてるやつもいっぱいいて、でなんか僕、俺が言ったことに対してもすごく吸収 しようとする選手が多いから、なんかこっちもやりがいがあるし、うん、ただそのやっぱサッカーのやり方っていうのはいろいろ難しいなっていう。その前も豪徳がさ、なんか世界のサッカーと日本のサッカー全然違うみたいな話したやん。そう、その中でもだからまた J1、J2、J3 でもまた違うんやなっていうのはすごく感じてる。特に俺は J1 から J3 まで飛んだわけやけど、もうその違いっていうのはまあ明確にあるかなっていう、なんていうかな、サッカーの少しジャンルが違うというか、まあその J リーグの中で同じプロサッカー選手としても、うん、まあカテゴリーが違う中でもちょっとやっぱジャンルが違うと。そうね、なんか伝え方はすごく難しいんやけど、うん、なんか、まあ、この差を多少埋められるともっとこう J3 でもやっていこうとか思える選手も増えるのかなっていう、うん、まあでも陽介がやっぱりさ、この J3 っていう舞台にやってきた中で、まあ、岐阜の選手とか俺はあんまり分かんないんだけど、やっぱこう一つ一つのプレーとか、まあ、お客さんとかもそうだけど、やっぱそういう違いとかをね見て感じ取ってくる人っていうのはたくさんいると思うし、それでまあ同じチームメイトもさ意識が絶対変わると思うじゃん、うん、やっぱ柏木のパス一つにしても全然見てるとこ違うなとか。そうだね、やっぱその意識をね変えてってほしいよね。うん、だチームメイトはそこを感じ取ってくれたりはしてるし、やけどやっぱサッカーって本当にチームでするものやなって改めてすごく感じてて、やっぱ今までは周りが上手いからより自分も上手く見えてたし、
いいプレーもできてたっていうのはすごく感じてて、今は下手じゃないんだけどやっぱそこに合わせていくっていう作業がないとやっぱ難しいなっていうか、うん、やっぱもともと個で何とかするタイプじゃないっていうのは分かってた上でこういうとこ来たけど、逆にカテゴリー下の方が個でこう打開していける方がなんかチームとして結果出るっていうのがなんか今までのスタンスであったのかなってすごく感じるから。じゃあ陽介もどっちかっていうとみんなに与えなきゃいけない存在かもだけど、意外にこう与えてもらってる側でもあるんだよ。あ、そう、もうほんまにいろいろ俺もここでしか吸収できひんもんもあったなってすごく思うから。でもそれ感じ取れてるってすごいいいよね。もう進歩だよね。そう、まあほんま多分昔の俺やったらこの出れてない状況ですらすごいイライラしてると思うのよ、うん、でもまあ多少イライラしたりすることもあるよ。それはもちろん出れへんかってとかで能力見せある程度見せてんのにって思うけど、それよりもやっぱ今チームとしてどうあるべきかとかさ、で今後こうしていきたいっていう中でじゃあ俺がその選手たちに伝えれるものはどれぐらいあるのかとか、でも出れない中でどんだけ自分を見せることによって周りの人がまた頑張れるのかとかっていう、なんかそういういろんな考え方ができるようになったし、それは進歩だ。陽介の背中見ていっぱい感じ取ってくれる多分後輩たちいっぱいいると思うよ、うん、だから俺がやってるから やってくれてるやつもいるんじゃないかなっても思う。うん、まあそんななんかこうちょっと成長してるね陽介が今県全体でっていう話ね最初にちょっとあったけども、その背番号をね、うん、俺は陽介のその岐阜に入った時のこう、まあ、会見の様子見させてもらったんだけど、うん、なんかその背番号を選んだ時の、うん、なんかそういうのもすごい好きだなと思ってるんだけど、今もう一回さその背番号への思いだとかっていうのちょっと教えてもらえる？うん、そうね、やっぱりその岐阜にね入れさせてもらったっていうのはやっぱ初め最初に速攻ね声かけてくれたのはやっぱ岐阜やったところが一番大きくて、でなんかこのチームのために何かできんかなっていうところですごくいろいろ話をしていく上で、この岐阜 FC 岐阜っていうチームは42市町村が全てスポンサーになってこのチームを支えているっていうことを聞いて、こんな素敵なクラブってあるのかなって。ないよね、なかなか。うん、で試合ごとに 2,3 市町村がなんかこうイベントをするっていうのが、まあ、あれ絶対らしいのね。お、県全体がこうチームをなんかこう盛り上げてる試合で。そうで選手もその市町村全てにおいてこの市町村の、代表選手みたいなのが決まってんの。へえ、そうなんだ。担当が振り分けられてると。あ、そう 2個持ってるやつもあれば1個のやつもおるしっていう、そんな感じでなんかこう分けられたりしてて、その市町村とこうまた提携してなんか物が届いたりとかっていうのもあったり。あ、そういうことやってんだ。そうだからすごい素敵やなと思って、でもうそれ聞いた瞬間にあの空いてる番号聞いて、まあ、42にしようかな。若い番号もまあ何個か空いてた中でも、あ、もう全然そういうのじゃないなと思って。いや素敵素敵、その話聞いて、うわ、うん、なんか陽介っぽいなというか、町を助けに行きたいとか盛り上げたいチームをやっぱ変えたいっていう思いがあるんだなっていうのは背番号から感じ取れて俺。うん、もうそんなにそれも強かったしね、マーキーとも話したけど、そのやっぱサッカー貢献とかさ、地域貢献とかさ、社会貢献みたいなこともしたかったっていうのはずっとあったから、まあそういうのもさせてもらえるっていうのは自分の中ですごくメリットもあったかなっていう。じゃあサッカー以外でも今後はそういう社会貢献だったり地域の方たちと密着して何かこう変えていきたいものっていうのが、これ今後やっていきたいことでもあるんだね。そうね、一応42市町村全部回りたいなとは思ってて、で、まあ、一応 SDGs ってその、まあ、環境面とか含めてそういうのを取り入れてやっていこうっていう話は今チームと進めてて。うわー、すごい素敵だねそれは。そう、ただだから今コロナね、期間中やからなかなかできないけど、これあ、まあ、ちょっとでも落ち着いたらまず近場から行ってとか、でオフも返上してちょっと遠いところでもやっていきたいなっていうのを話してて、まあ岐阜いる間に、42市町村回れたらいいな。ただでも無理なとこはちょっとズームとかだけでもコミュニケーション取ってやりたいなと思ってて。それってさ、そういう思いを持ってるのってさ、陽介以外に他のチームメイトはそういう風に思ってんの？まあ、そこまでどうなのね、まあ、岐阜への愛っていうのはみんなあると思うし、やっぱね、J3 の中ではすごい、ね、サポーターもめっちゃ入ってくれるのよ、うん、だから多分そこら辺の愛は持ってると思うけど、だからそこら辺の意識づけも、でもまだ自分たちが
一生懸命なとこが多いから、そうで、そういうのを俺がやっていく上でそれが当たり前になっていけば、もっとクラブとしても、あの県としても、県もクラブを応援したい、クラブもその市町村全て、そうそう、そういうのがもっと出来上がっていって、あ、このチームでやりたいなっていうチームが増えてくるんじゃないかなっていうふうにまあ思ってるから。じゃあまあ岐阜はね、陽介とってこう、まあ陽介がそうやって先頭立ってパイオニア的になってね、変えていくこう存在になっていければいいかなっていうふうに俺はもう願ってんだけど、うん、まあそうなっていきたいし、まあまあよりいいのは、まあ、これで試合に出てカテゴリーを上げていくっていうのが一番なんやけどね、それやりながら、まあ、それが一番ね、やっぱり俺らもそうだし、みんな期待してるところだと思うよ。うん、まあだからそれができるようにやっていきたいなと思うし、ただでも出れなくても自分がちゃんと姿勢を見せるっていうところをより意識して今は取り組んでるっていう状況かな。まあ今ね、こうやっていろいろ現状をね、今陽介に岐阜のことを語ってもらったけども、やっぱり柏木陽介っていう男はね、やっぱりこう浦和レッズで12年かな、陽介。そう、12年目やったのかな、今年が12年目か。12年間やっぱり残してきたものだったり、まあ、功績っていうのも、まあ、キャプテンもやってきたしね、やっぱそこら辺のこう浦和への思いだとか、ファンサポーターに向けてっていう思いは今どうだろう。まあやっぱりレッズの試合ずっと見てるよね。あ、今でも見る。うん、全試合見てんじゃないかな。まあただ移動で見れないとかもちろんあったりしても、基本的に見れる試合は見てるね。最初は見えひんのかなと思ってたのよ。あ、もうそうか、まあモヤモヤして、だから悔しいとか、なんかモヤモヤしてって思ってたけど、やっぱ見てしまってるし、自分たちが一緒にやってきた選手で、やっぱこの、まあ、心から愛したチームだから、そうだね、やっぱり俺にとってやっぱかけがえのないチームなのはもう間違いなくて、まあ、浦和に来て選手としても成長させてもらって、人としても成長させてもらった場所やと思ってるから、うん、まあここで、まあ、リーグ最後取りたかったなっていうのがあるだけで、やっぱりあれやね、まあ心から好きだよね。まあだって今でもさ、陽介のユニフォーム着てスタジアムに来てくれてる人俺いっぱい見るよ。あ、そう、ありがたいね本当に。今シーズンスタートした時も陽介だったし、ユニフォームを頼んでるファンとかもいたわけじゃん実際に、うん、でまあ去年とかその前とかのユニフォームを着て10番柏木っていうユニフォームを着てちゃんと着てる人だってもいるし、まあそれ見て愛されてんなって思うよ俺も。いや本当に、ね、だからその悔しい気持ちと自分のやってしまったことの申し訳なさと、うん、いろんな気持ちがありつつ、うん、でもやっぱりほんまに好きやったし、今でも応援してるというか、やっぱ買ってくれたら嬉しいし、うん、やっぱ自分が一緒にやった選手たちが活躍してる姿っていうのは嬉しいし、まあまたちょっとね、今人も入れてない状況やけど、やっぱあそこでまたたくさんのサポーターが入った中の試合を見たいし、見に行きたいなとも思ってる、どっかでは、ね。まあ、見たいじゃなくて、陽介がやっぱりあっこでプレーする姿を見たいんじゃない、ファンサポーターは。まあまあそうだけどね、まあ、まあ将来的にね、また再三ピッチで戦えるっていうのが自分の中の夢、逆に夢ではあるかな。うん、それを一番期待してんじゃないの、ファンサポーターの皆さんは。ね、そこに行けるように、まあね、もちろん岐阜で全力を尽くしながらやっていくし、まあね、将来的にはどうなってるかっていうのは、ね、自分でも予測できんけど、うん、まあ、再三ピッチに立ちたいよね。そうだよ、だって陽介が12年間浦和にいたってことと、やっぱりタイトルに貢献したとかね、試合にずっと出続けたキャプテンだったっていう記憶と記録っていうのはチームにもそうだし、ファンサポーターにも残ってるわけじゃん。うん、まあね、いろんなことがあって、まあ、イレギュラーなことがあってこうやって岐阜に行ったっていうのもあるけど、今後この陽介のこうなんていうかな、変わった姿とか、まあ、ユニフォームは違うかもしれないけども、応援してくれる人って絶対変わんないじゃん。うんうん、そうね、だからそういう姿を見せて、俺は陽介との付き合いが長いから、そういうなんか俺が変わったよっていう姿を見せてほしいなと思うけど、うんうん、だからね、やっぱ悪い部分を見せてしまった結果こうなってるわけやから、なんかやっぱいい部分でね、また恩返しをしたいというか、うん、で明るい情報っていうか、明るい情報を与えれるようにはしたいなってすごく思ってるから、まあ
みんなと笑えて会えたらいいよね、スタジアムで。いやいや、そんな日は来るよ。うん、だってあのうちの若い選手たちもさ、やっぱ陽介がこうやって岐阜に行ったってことになった時に俺にさ、ボソッとさ、いや陽介くんともう少しやりたかったですとか、陽介くんのプレーもっと身近で見て勉強したかったですって言ってる奴らが今活躍してる選手だからね。そんな言ってくれてたのは知らないけどね。でしかもそうやってアシストしたゴールしたっていう選手に陽介がこそっとこう LINE してるのも知ってるし、うん、いいプレーしてんなとかさ、頑張ってんなっていうのもそいつらから聞くしさ。そうね、まあまあね、なんか元気なやつらには今こんな感じでやった方がいいんじゃないとかね。やっぱさ、浦和のさ大変さってやっぱやった選手なら分かるなっていうのは分かってるから、そのプレッシャーとか責任っていうのはやっぱ他のチームでは味わえないものがあるっていう、やっぱそこでは、うん、でももっとお前ら若いんやから自信持ってまず楽しみながらやることが多分一番じゃないっていうところとかね。まあでもどんどんいい顔してプレーできるようになってきてるなってすごく感じるから。あ、みんな今ね、若い選手たちはすごいよ、いい表情して、うん、なんかこう生き生きしてるよ。うん、うん、だからやっぱそれに対してね、ベテランもしっかり引き上げてやってるってことも含めてね。そうだね。うん、まあやっぱり 何よりも頑張ってほしいのはやっぱベテランに頑張ってほしいなって思う。やっぱりずっと長く一緒にやった人ほど、あ、やっぱピッチに立っててくれたら嬉しいなっていう。阿部ちゃん含めてもみんなね頑張ってしがみついてるからね。いやほんまにでもすごいなって、阿部ちゃんとかもう、いやすごいすごいすごい本当に。まあいろいろねこうやって岐阜のこととかね、浦和のこと話してくれたけども、あの陽介の今後の目標とかね、最後にちょっと聞いてみようかな。まあまあさっきまで話した中で今後の目標みたいなのあったら、やっぱそのレッツサイスターでねピッチに立ちたいとか、まあそういうのももちろんあるけど、サッカー選手として、夢を与えることは多少なりとももうできたかなと思ってて、今度夢を与えながら、あのさっき言ったような地域貢献、社会貢献などをやっていきたい、サッカー貢献でプラスやっぱり自分は子供が好きっていうのもあるからね、うん、何かこう今の待機児童とか多い中でそういう人たちの力になれたらいいなとか。おお、なんかこう保育園とか幼稚園を作る環境ってこと。そうね、そういうのをやっていきたいなと思ってて。逆にさ、選手としてはどうなの。選手としては、あ、もちろん岐阜を J1 に上げていくっていうのがまず目標。それはで、正直今自分の活躍どうのこうのっていうのはなんかあんまりなくて、なんかチームがうまくいってチームがカテゴリー上がっていけばもう俺にとってはそれが一番よくて、まあもちろん試合には出たいよ、けどそれよりもみんなが今こう一緒にこうレベルアップしていこうっていう。なるほどね、うん、状況が楽しいかな。うーん、年取ったな陽介もな。俺ら昔はチームの結果関係なしに自分がな試合出てたらいいとかゴール決めたらいいっていう考えたけど、自分よりもやっぱチームのことを最優先に考えられるようになったっていうのは年取ったね。、うん、まだまだでもサッカーしたいなっていう気持ちはあるんやけどね、けどそれよりもそっちの方が大きい。そっか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 。まあ俺もいつまでできるか分かんないけど、 J1 でねしがみついてやって、まあ陽介ともう一回 J1 の舞台で対決したんや。いやほんまにそうだから、 J1 にはあとやっぱ8試合出たいのよ、400まで。そうなんよ、あと8試合で400だったからね、うん、そう、あと8試合出たいから絶対 J1 の舞台には戻りたいと思ってる。いいねいいね、やっぱそういう目標を持ってねやり続けることは大事だよね。そう、もうそれがなければもうあれかな、サッカー選手辞めてもいいかな、もうその目標がやっぱいいやってなった時には、うん、まあ、今自分にとって一番大きな目標かな、8試合出てとりあえず400試合達成できるまで J1 は常にもうここには置いて、日々過ごしていきたいなと思ってるから、よりケアとかトレーニングとか逆にやるようになったかなって感じするね。いいねいいね。まあ今ねいろいろこう陽介の思いだとか岐阜のこととかね、浦和のこととか目標聞いてきたけども、やっぱりこの YouTube を通してさ見てくれてる人っていうのは、まあ、俺の YouTube 見てくれてる人本当にサッカー関係者が多いのよ。
なんやかんや、うん、やっぱり裏のファンもそうだし、いろんなカテゴリーの方たちも見てるっていう意味で、やっぱり柏木陽介っていう男をね、みんな楽しみにしてるし、やっぱピッチで輝く姿っていうのを期待してるから、やっぱ頑張ってほしいなっていうのもあるんだけど、最後にもう本当最後ちょっと重複するかもしれないけども、ファンサポーターに向けて、うん、まあ多分裏のファンとかも見てくれてるだろうしね、岐阜のファンとかも期待することも多いから、最後にちょっとファンサポーターに向けてドシッと締めてくださいよ。ドシッとは分からんけど、まあ、締めてくださいドシッと。いやもう本当に、まずはね、岐阜 FC 岐阜のねサポーター皆さん、これから絶対チームの力になっていくので、これからもサポートしていきたいですし、僕も岐阜を盛り上げられるように頑張っていきたいと思っています。で、浦和レッズのサポーター皆さん、本当に長い間応援ありがとうございました。またピッチの上で会えることを、そしてそれが最初のピッチであることを願って、またこれからも頑張っていくので、浦和レッズのこれからのサポートをよろしくお願いします。いいね、しまったね。まあ浦和の太陽から岐阜の太陽にね、横断幕でもあったけどね、うん、ありがたいね、あれも。いやあれは素敵だよ、本当愛されてるよ。移籍してすぐあんな横断幕書いてもらって、岐阜の太陽になってください。輝けるように頑張ります。よっしゃ、今日はちょっと忙しい中ありがとうございました。とんでもないです。ごめんね、ちょっと先走って。全然大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。いやー、よかったです。楽しいでしょ。いかがでしたか。やっぱね、付き合い長いからね、いろんなことを聞けるし、うん、まあもっと多分本人も話したかった内容もあるだろうし、まあ僕も引き出したかったんですけど、ただ柏木陽介っていう現状をみんな知れたと思うし、今後彼の思いだったりとか夢目標っていうのも聞けたし、もう素直にまあ仲間としてで一ファンとして応援したいなと思いましたね、はい、なんかレッズサポーターもね、うん、この映像を見て思うことはたくさんあるんじゃないですかね。いやもう本当に大好きなんですよ、浦和のサポーターも柏木陽介っていう男で、やっぱり浦和の柏木陽介も好きだし、岐阜の柏木陽介っていう男も好きだからこそ、やっぱ今の本人の思いだったりとかって聞けたのは良かったんじゃないかなと思うし、まあユニオンは違えどカテゴリーは違えど応援する姿っていうのと思いはね、変わんないと思いますけどね。ちょっと今後もね、はい、岐阜の動向っていうんですか、うん、柏木選手も含めてちょっと追いかけていきましょう、ね、いや僕もね、負けないぐらい頑張んなきゃいけないと思うし、本人も言ってましたけども、最初のピッチでね、一緒に戦える日を僕も待ちたいなと思います。ありがとうございました。